先月二十七日から今月二日までに報告された。三重県の新型コロナの感染者数は。一医療機関あたり。一点八八人と。前の週と同じ数となり。横ばいとなりました。今日時点の入院患者数は。前の週から二十三人減って。五十九人となっていて。重症者はいませんでした。三重県の担当者は。例年。 夏にかけて感染が拡大する傾向があるので引き続き基本的な感染対策を継続してほしいと呼びかけています。